まずいことになりました。どうしたんですか稲葉さん。実はもう本当にカウントダウンのネタが尽きてきてるんです。そうなんですか。あれ、あんまり驚かないんですね。それは以前から感じていたと言いますか、正直エグゼの時点で力尽きていた気もしてましたから、こうしてメタな台本を書く時点でもお察しではないかと。とにかくそういうことで、今回もカウントダウンができるのかピンチなんです。でももう60日前なんかはしてますよ。発売10日前とかに短縮されるかもしれません。それはネタを思いつくかどうか担当者次第なんです。だから実際に恒例の1ヶ月連続カウントダウンをするかどうかは自分の目で見て確認してみてくださいね。